はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、靴沢亮でございます。無意志連様、亮太様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。政治活動資金させていただきます。ありがたいです。メール党員さん大募集であります。月額990円で毎日届く、しつこく届く、メールをご購読くださり、日本改革党をお支えください。今の目標は地方議員誕生とですね、まあ市議会議員、区議会議員誕生とですね、3年後参院選で比例が使えるように10人擁立する、これが我が党の目標であります。あと知名度を上げる、参院選東京選挙区豊島区の人で私に入れてくれた人約1900票入っておりました。これ江東区何票、千代田区何票ってこう、江東細かく出てくんですけど、3年前、私1800何票かで、区議会議員に当選しております。現状の知名度でも、区議会議員、市議会議員は当選できる。ということでね。というわけで、日本改革党の看板を背負って立候補してくださる、地区支部長大募集であります。いくつか決まった地区があるんで、それ以外、まだ複数一つの区から一つの市から2人3人と当選させる力はまだありません。身の程をわきまえて1地区1人、早い者勝ちであります。大募集であります。よろしくお願いいたします。昨日から切り替えたシマウマ支援カメラ、シマウマさんにご寄付していただいたソニーの A カメラ、ですね、ちょっと映りが暗かったんで、今日はちょっと調整して、明るくしました。どうかなって感じであります。自民党最大派閥安倍派93名、安倍さんが亡くなる前は94名だったんですけど、惜しいことしました。当面代表は置かず幹部7名による合議制に移行だそうであります。適当な人物がいないため、名称も安倍派を継続しよう。ネットの反応です。おとなしそうなおっさんばっかだな。パッとせんな。合議制がなんとなくダラダラ続きそう。こっから突出できる人材こそが総理の器。高市さんどうなるのかな。高市さん、安倍派じゃないぞ。このメンバーで、だそうであります。まあ世耕さん、萩生田さん、松野官房長官、西村副官房長官、下村博文さんが幹部、安倍派幹部の7名ということで、試験ですけど、まあ、知ってる顔は萩生田さん、世耕さん、西村さん、松野官房長官ぐらいだな。分裂危機かなっても思ったんですけど、党を割るような強力な人材が見当たらないな。これは俺が頭になりたいみたいな。で、党、派閥を割ってですね、例えば、萩生田派を作るぞいなんつって、そういう感じの人いねえな。当面の間つって、いつまでも、ご犠牲でいいんじゃないの。あと安倍さんを忍ぶということで、安倍派っていつまでも、いつまでも名乗ってたらいいじゃないですか。ベネチアはそれで栄えていたんだし、これは立候補した議員の、少数の、合議制で、ベネチアは何百年か栄えておりました。意外なことに、高市さんって安倍派じゃねえのね。まあ、派閥に入ってたら遠慮してするということを言えませんけどね。高市さん、無所属だそうであります。菅さん、ガースも無所属で、いろんな派閥が担ぎやすかったっていうのもありますよね。松野官房長官って安倍派だったんだ、意外だな。人を油断させる顔してますよね。松野官房長官ね。なんかすごい突っ込みたくなるような気が失せるっていうか、力抜けるっていうか、顔見てるとね、意外と実力者かもしれないな。この7人は、安倍さんも見ていた、保守速報さんと、燃えるアジアさんを、毎日見て、勉強してほしいな。高市さんは、
見てるっぽいな。小野田公さんも見てるっぽいな。こういうとこからも情報を取ってる、気配がありますね。まあ、絶対とは言いませんけれども、横浜市が市役所に安倍総理追悼記帳所を設置。共産党市議団が担当局に設置を中止せよと要望書を提出。設置理由が曖昧で万人が納得できるものではない、公正公平であるべき地方自治体のあり方に反するなどと言って設置上を撤去しろ、言っておりました。ネットの話、共産党引くわ、控えめに言って頭がおかしい、追悼記帳所ぐらい設置させたれよ、海外でもできてんのに、こういう嫌がらせみたいなことするから嫌われるんやぞ、何でもかんでも噛みつく強権プレイ、共産党がどういう人種かよく見ておくといい、記帳したい人もいるのに他人の自由を妨害するな、共産党が日本からいなくなれば済む話だろう、共産党の党員や支持者は記帳しなければいいだけの話、他人のあの記帳する権利を踏みにじろうとしてますね。なんか、一般人はビーガンに肉も食えよって言わないのに、ビーガンは一般人に肉食うなってやがましいよなっていうのを思い出しました。普段はね、あの LGBT ガーとか夫婦別姓ガーつって双子目には多様性多様性言ってんのにね、記帳所を潰して記帳したい人の記帳する自由をそれごと潰すっていうのは頭おかしいのか、はい、っていう感じなんですけど、万人が納得できるものではありませんって、この世にね、万人が納得できるものが果たしてどれほどあるのか、皆さんどうすか、人を殺しちゃいけませんというのにだって反対意見の人間が存在するのにさ、ひょっとしたら万人が納得できるものなんていうのはこの世に存在しないかもしれないですよ。アメリカには未だに地球は平たいとか信じてるやつもいるっちゅうしね。それにですね、万人が全て納得できるものみたいな、そんな絶対を認める、絶対を求めんのは多様性から一番遠いんじゃないのこれ。いろいろあっからいろいろいいよねっていうのが多様性だって、絶対これじゃなくちゃダメ、万人がみたいなさ、これ完全語って言うんですけど、一つも例外がないこと状態を表す、単語を完全語って言います、例えば完全とか完璧とか絶対とか皆無とか、そういう言葉を多用する人間は精神年齢が低いです、あと知能が低いです、この世に絶対なんかねえからね。安倍憎しで自分らが何言ってるか分かってないんでしょうね。論より大声、嫌がらせ。そのものじゃない？そのものじゃない？これ、共産党の。豊島区議会の懲罰委員会で、共産党議員が私に質問してね、本議会で言った共産党は論より大声、嫌がらせって、どういうこと？質問あったんですけど、私のあの答えは、元は内裏たすきの選挙違反が悪いのに、それを言った私を懲罰委員会にかけてんだろうが、これが論より大声嫌がらせじゃなくて、一体何なんだ。公明党に糾弾された時は、意味のない5時間の休憩で嫌がらせしただろ、答えました。詳しくは、靴沢懲罰委員会の動画をご覧ください。共産党みたいな気違いどもは早くいなくなってほしいですね。6年前は600万票だった比例票が、今回は361万票に半減してたから、滅びに拍車がかかってんのは間違いないんですけれどもね。3年後の参院選が、楽しみですよ。さらに半減してると嬉しいな。比例で一人か二人ぐらいしか会うかねえと嬉しいな。横浜市役所、共産党の記帳所廃止要望を拒否。ざまあ。論より大声嫌がらせが聞かなくなってきたんじゃないんですか。ノイジーマイノリティの面倒さもですね、やがましさも、数が減りすぎて気にならなくなってきたってことですかね。ノイジーじゃない共産党なんか絶滅も同然ですよね。影響力ゼロ。日刊現代7月14日、統一教会政界侵食、安倍で加速、なんていう見出し、記事の内容は、なんだか何書いてあるのかさっぱりわかんないですけど、ネットの反応やです。現代必死すぎ、じゃあなんでマスコミは、
統一教会で安倍叩かなかったの？マスゴミにも統一教会がいるんでしょう。平成初期の頃は合同結婚式とか霊感商品を叩いていたテレビがいつの間にか叩かなくなった感じ。前進とか解放と大差なくなってきたな。前進っていうのは中核派の機関紙ですね。解放はどこだかわかんねえ。極左の機関紙です。なんかだから安倍総理と統一教会は近しいっていうのは嘘だってば。古坊さん、豊島区議会議員古坊さん、いつも自民党と反対票投じてたのに、統一教会の議員は完全に反自民党なんだからさ。この古坊さん、どういう存在かって言いますと、全国霊感商法対策弁護士連絡会。20年以上前、当時国会議員の秘書は、公設、施設含め、100人以上が統一教会の信者で、地方議員になっている。これ統一教会の信者が、国会議員に近づいて、給料いんないですから、秘書やらせてください。なんつって言ってんのかな。古坊さんは、小林幸喜さん、郵政反対で自民党抜けた人、の秘書でした。豊島区議会では、統一教会のために、なんもできてないのが、救いであります。外国人のために、なんかこの人できてるかっていうと、できてない。まあ、ぼっちですから。亡くなっても、まあ、もないのに、現代はよくもまあ、生前からまあ、こういうのを書きまくってたんでしょうね。記事の内容がデタラメでも、何万というキオスクや、コンビニに置かれた見出しだけでも、強い洗脳効果あるって思いません？いわゆる見出し詐欺って言うんですけど、一人の人間を悪魔化して、こいつさえいなければ、すべてうまくいくって洗脳するのは昔からであります。フルチショフの、スターリン批判とか、すべてこいつのせいのヒトラーとか、生前からほぼすべてのテレビ新聞がこれやってましたもんね。安倍は悪魔ぐらい言ってたもん。山口二郎法政大教授なんか、お前は人間じゃねえ、叩き切ってやるなんて大勢の前で言っちゃってましたもんね。洗脳済みのジジババが喜んでね、安倍政治を許さねえなんてカードバックにつけて歩ってましたよ。こいつらみたいな連中ね、あのカードは私は騙されやすい人間です。表明してるようなもんで、詐欺に会いたいです。詐欺師の皆さん騙してくださいって言ってるようなもんですもんね。成人すぎて共産主義者やってんのは知能が足りないって誰が言ってましたけど、全くその通りであります。というわけで、支部長さん。当選できるよ。私の言う通りやってれば。メール党員さん。大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。